かやのだしの使い方をご説明します。鍋に水を2カップ入れます。かやのだしを1パック入れます。蓋をして沸騰させます。そうしたら蓋を取って中火にしてさらに4分煮出します。出汁を取り出したら出来上がりです。本当は絞らない方がいいです。めんつゆにアレンジします。醤油を小さじ2杯、お好みでわさびを入れてください。冷麦を茹でました。いただきます。